気ままにダラダラ、ショーチャンネル。COVAX Rules。 とりあえずお墓を見つけるか。うん。これはでかいぞ、これ。お。てか、名前言うと確認できなくね、これ。どうやってわかるんですかね。ひらがなでミッシェルって書いてたらいいのに。ダサい。ダサいもクソもないだろ。さあ、お仕事です。お、一気に気づいた。どうぞ、しおさん。俺、そっちじゃない。おかしいな。あ、そっか、丸が出てる方なのか、あれ。あ、そうですね。そうだそうだ、ロックオンされてる方で。それで俺はなくなった、あれ。あれ、なんでアキさんそんな持ってんの。拾ってください。やっぱもらおう。はい、どうぞ。よしよし。まだいる。まだいますか。これで狙って。で、よし。で、円が小さくなったら、オッケー。おお、周りも巻き込んでる。実績解除。やったねー。おお。で、ミシェルは？ミシェルさん。どこだ？お、なんだ。お、いた？いや、なんか開けれる場所があっただけです。ああ。ここはい。どっちもかなんかかな？あ、なんか、花が。お、俺も開けれた。赤ボルジアの花。あ、そうですね。自分もそれです。お供えの花じゃねえの、これ。うん、多分。おそらくそれなんですよ。ひでえなぁ。あ、手前のやつのコンサ。えか。おるや。よし。回収、回収。よし、よし。さあ、どこだ？どこだ、どこだ？なんか、こういうのに限ってさ、一番奥っていう、ありそう。そんな感じがしますよね、でも今のところ。ただ一番奥。ほんとわかんねえんだけど。やっぱひらがなで書いてもらわないと。ミッシェルで。うわ、いっぱいいる。待って、何これ。ちょっと、アイクさん。ちょっと、アイクさん。連れて行きすぎ。アイクさん。出番です。出番ですよ。ショウさんも投げて。やべえよ。よいしょ。あー。やっちゃったよ。今のうち俺が犠牲になってるうちに。ちょっとさ、武器がない。何、もう殴りでいくんだ。殴りで、なかなか。うっそ。無理。もうほんと水なかったら無理。今ですね、食料、食料。あ、食料か。くそ、これ。取りに行けるかな。取りたい、取りたい。よいしょ、 OK。 こいつらはやるか。あ、まずった、ごめん。こっちに2体いる。はい。いや、なかなか一発でかくなってきたな。大きいですね。うん、やべえ、ボコボコや。調査がボコボコだ。ボコボコや。調査がボコボコだ。なんで笑ってるの？笑ったの今。いやいや、もう必死でした。絶対パソコンの前で超笑顔やったろ。いや、まだいるし。結構倒しましたよ、でも今。ああ、うわ、走ってくるのやめよう。それです、急に距離を。やばい、アキさんやばいぞ。そこやばいぞ。翔さん任せた。オッケー、一体やった。翔さん任せた。一体やった。あの、走ってくるのやめてくれ。ああ、マジか。オッケー。これも狙って。よし、はい、で、アイクさんを蘇生。はい、ありがとうございます。よし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 。武器、武器、武器。あと2台かな。2台。よっしゃ。あと1。よし。おー、ナイスです。オッケー。おー、やっと。倒しきった。で、これか。ああ、やっとあった。はいはい、ミッシェルの墓。はい。で、妻にして偉大なる陶芸家、凄腕の曲芸師。すげえな。凄腕なんですね、しかもパーフェクトヒューマンや、本当に。けど鍵を開けるには技術の向上が必要。
は？え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 ？開けれねえじゃん。まさか。え、ここまで来て？鍵を。嘘でしょ？いや、鍵っていうか、なんか技術の構造やから、ただスキルじゃないの、これ。ちょっと見てみましょうか。はい。今日そんなスキルあったっけ俺ら。弓の達人サバイバル。あ、器用な指先とかですか。え、どこにあるそれ。えっとですね、自分のスキルの下の方っていうんですか。 あったあった、この1500のやつか。はい。あー、またこれ大量に消費されるやつや。どうだろう。はい、今んとこ消えました。あ、でこれで開けれるかな。やってみてください。あの、この鍵を開けるには適した道具が必要だ。門の鍵だそうです。スキル関係ねえじゃん。なんでそう出たんだ。技術関係ねえじゃん。え、ってことは鍵を見つけてるんですか。次は門の鍵が必要だそうです。ふざけんなよ。クエストにも追加されてる。わあ、デカブ好きたち。え、翔さん、翔さん、嘘でしょ。なぜだ。うわあ、うわあ、マジか。バカしよった。かゆくかゆく、もう真っ赤ですよ。俺ももうやばいよ。本当の自品だよこれ。翔さん、なんでなんで当たんねえの俺。え、おかしいな。ちょ、もう一回、もう一回、はい、チャレンジ。はい、なんでなの。翔さん、どこ投げてんのかな。わかんねえ、俺にも。なんで動かすから。その場にいて投げる。あー、いけた、いけた。投げる瞬間動かすからいけねえんだ。ここで OKOK。 あ、翔さん、鍵をこじ開けるってできるようになりました。お、マジか。はい。ほうほうほう。あ、やけど、ミッシェルのところは鍵が必要なの。そうですね、そうやって開けれるところ開けたらあるのかもしれないですね、鍵が。あー、なるほどね。あ、ほんまや、ここ開けれる。お、開けてください。中身は花か。あ、待って。はい。そこ回り込んだところめっちゃいる。え、あー、そこっぽいな。またまた、あのね、この先、はい、いや違う、こっから行けんかな。多分回り込んだ先かな。はい、こっちからですかね。うん、そっちに大量にいるね。うわあ、これはちょっとあれかな、回復一応作っとこうかな。あ、はい、自分もそうします。今地図見るあたりでは入り口からまっすぐ、はい、行ったところっぽいね。はいはいはい、うん、あっちか。だからさっきアイクさんが行こうとしてた方向、はい、かな。んけど待てよ、びっくりマークは2箇所ついてんだけど。あれあれ、あそこにあるんでは。なんだと。なんでさ、マップ消してるときは出てくんねえの、その気持ち。え、あ、ここだ。ん、ここら、ここら辺ですね。あ、門の鍵あんじゃん、ここ。そこ、あ、ここ鍵とか関係ない。壁で見えねえわ。全然入れるかもわからなかったですね。ほんと、さっきのゾンビたち関係ねえのかよ。よかった。よかった、よかったけど。で、これで、開ける。はい、よし、OK。 で、これでゲット。おお、ミシェルのネックレス。よーし、クリア完了。あー、案外大変やった、このミッション。食料っていうのが。本当に。自利品すぎるわ。あー、あげたあげた。なんとか。なんとかだね。さあ、レイジー、やってきたぞ。できたぞ。持ってきたぞ。長くれ。ゾンビ来てるぞ。おい、レイジーやってくれ。レイジー。レイジー、微動だしてえな、本当に。動かないな。動かんな。あんたはまた大いにわしを助けてくれた。お、すまん、ミシェル、わしらをだった。ほう。
すまなと思うよ。何せよあんたはわしを助けてくれた。大変じゃなかったかね。あまりに危険な目に遭ってなければいいんだが。さあアイクさん一言。ん、死んだドストレート本当に死んだわでそれで終わりか。はい。で次は春の大掃除っていうのが解禁と。レオンさん大掃除、あまた大変そうなミッションをよこすね。何を掃除するのかな一つしかねえってあもうだんだんミッション増えてくのはええけど。そうですね。今日あれなんだな、この人の経験値はそんなに美味しくはないんだよな。あんまもらえなかったですね、うん、まあサブ的な感じかなここは。はい、これは今日ラストかな。はい、今日ラストで。よし。でコバック先生のが弾薬系やったから、それをちょっとすまそう。はい、その装置が欲しい。火薬ですね。火薬やで。でこれが黒色火薬の香り。はい。とやっぱコバック先生の経験値がやべえ。あれでも今キャラクターレベル5必要ですかこれ。そうそう、ここは5なの。あれ待ってください、自分足りないのかな。え、嘘。キャンプレベルは足りてるはずやからキャラクターレベルかな、足りてないのか。はい、キャラクターレベル、うん、まあ、キャラレベルはそんなに経験値いらんからな。そうですね、今さっと上げちゃう、うん、オッケー。あ、はい、オッケーです。よし。で、まっとうに武器と呼べる武器を作るために必要なものが揃えられたな。ああ、じゃあ今までは下準備っていう感じ。食料がありません。ありません。水もありません。ありません。野球バットや小さな弓に鋭くない矢でも確かに戦えないことはないと、うん、でそろそろじゃあ銃を作れと、うん、だったらくれよお手本見せてくれお手本という名の強奪やからお、銃弾を作るのに必要なものを見つけるのだ。おお、いよいよやっと来た。やっとこれでまた戦いやすくなる。ここからね、ハウトゥーサバイブの本領発揮を。だって俺ら前作さ、後半はもう近接ではあんま戦ってないもんね、はい、そうだよね、近接で行くと勝てない。そう、勝てない絶対勝てない、ね、遠距離を。あーやっとやね。オッケーオッケー。はい、その黒色火薬を取ってこいと。取ってこいと。街の中にある店。ほう。店の中の、だから強盗？つまり。まあ、あれですね、今まで通りの。今まで通りの。無茶な。なるほどね。で、一応、キャラレベルになってるから7になってるな、今。ちょっとこれは減らしとこう。適正レベルの5にしとこう。はい。で、目標が黒色火薬5個。はい。で、ベレットが300。で、アルミパイプが3つ。ゲット。はい、よーし。よし。あー、楽しみやな。いや、楽しみプラス、怖いのはまた何か違うのがいないか。なー。あ、場所が違う。初めての場所。あ、この水をもらっていこう。あ、これ欲しい。思いっきり海水やけど。死んじゃうからな。お、いきなりますね。合いますね。また、デカブスは任せる。おい。いいね。やっぱ早い。水があるだけで。いや、ちょっとね、増やしてきたからね。ちょっと回復を。楽楽。よし、これこれ、よしよし。で、とりあえず店を探せってことやったけど、はい、店か。あ、でも今回もあれやな、道なりに進めっぽいな。基本そうですね、今のところ。ゾンビゾンビゾンビ、あいつは大人気やな
やっぱあのデカブツを倒してしまったから。みんなのアイドルを倒したから。アイドルを。アイドルだなあれは。でマークはこっちになってるな。はい。あ、すんげえマーク出た。あ、ってことはそこにいっぱいあるんでは。あ、オレンジジュース。おお。やったー、ジュースー。よし。あ、まだけ。段差は本当やれねえなこれ。あとは何もないかな。はい。じゃあ上行きます。もう武装さに置いてあるね。火薬。あ、なんか。すごいな。誰かに遊ばれてるんでは。まあ誘われてる感じがするけど。え、けどまだ1個うちの中あるな。お。ん？どこだ？どこら辺ですかそれ。あ、これも2階かもしれないまだ。おい。まだ行ってない部屋。あ、そっちかな。これか。ん？これか。アルミパイプ。ここにあった。はい、こっちにはオレンジジュースでした。お、ナイスナイス。飲み物は絶対いるよ。欲しいですね、これは。本当にいるよ。あ、あ、あ、待って。あ、あ、犬？え、なんかいる。何？犬？犬がいる。ショさんがじゃれてる。いや、じゃれてねえ。超痛いんだけど。待て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 。あ、犬のゾンビも来んのか、ここで。あんなちっちゃ い当てづらそうですね。またあれは絶対アイクさん無理だろうな。そうですね。いや、それこそ鉄砲がないと。ほんとよ。もうさっさと回収しよう。これもまた2階かな。お、2階に。はい、よし。ゾリさんまだいます。また無造作に置いてあるよこれ。適当に置いてあるな。これで火薬は OK かな。火薬は終わってますね、うん、で、あとアルミパイプとベレットが全然っていう話。うん、でも300ですからね、うん、まあ、どっかに固まってあるんかな。そういうことですよね、うん、これも2階かな。こっから登れるわ。はい、行きます。お、めっちゃある。いやー、アイテムだらけ。終わった終わったー。よっしゃー。案外簡単ですんだな、ここで。プラグならず。ならず、OK です。はい、これで作れる。戻った。よっしゃー。まだあの脳筋ゾンビが出てないからマシやな。そうですね、まだあれが出てないだけ全然いいです。あれが出たら世界変わるからな。あれに何発弓を食らわせたか。まあ、さあこれで、武器工房で君が使う、銃弾を作れるようになると。おお、やったー。で、準備ができたらまた会おうと。 OK。 はい、もう今回は素直に言う。コバックありがとう。ありがたいですね。今回のはありがたい。じゃあこれ最後に作ろうぜ。はい、作りましょう。よーし。これでしょ。で、ピッチフォークをつけて。ん？お、来たぞ、説明が。お、装備している場合は敵を射撃することができる。 RT ボタンを押して射撃するんだ。はい、どれだ RT ボタン。あ、これか。そうですね。お、来た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 。おお、やっと来た。その時は動けない感じ。おお、撃ってる。この時は動けるけど遅いね。ああ、やっぱそうなんですね。ああ、やけど撃てる。おお、すげえ。